召喚獣フェニックス。プレイオンラインとご覧のスポンサーの提供でお送りします。異界の夜へようこそ。私はファーブラ、導く者。12年前、突如現れた闇の柱、そして暴れる二つの獣。時は過ぎ、二人の子供は両親を探して異界を目指す。地下鉄で出会った乙女、そしてたどり着いた場所にいた男の腕には、マガ。Thank you.
例えば付け合わせにこのシルキス、これを添えることほど調和の取れたものはないわけで、これがギザールだったら全然合わない、肉の旨味を殺しちゃうんだ。調和を乱すものなんだよ、僕の調和、僕の秩序。なのにその調和が破られようとしている。燃えよ召喚獣フェニックス。伯爵様ったらおかわいいこと。閣下のお許しがいただければそれが子孫国に対処いたしますが。決して。承知。っていうかその場でひねりつぶしてこないなんて、フングスちゃんも臆病者ね。なんだとヘルバー。私は閣下に一刻も早くお知らせするためにやむなく戻っただけだ。いやね、プー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 パービクサインだから。僕の世界でこの調和の取れた異界で勝手なことをしでかすやつは許さない。違うかい、オスカー？もちろんでございます、ご安心を。あら、オスカーちゃんいたの。私の作りました人形クルックスが追尾を続けております。獲物はどこへ隠れようとも逃しはいたします。オスカー、気が利くね。もったいないお言葉でございます、フングス様。外界よりの侵入者の始末をお任せいたしますよ。そうだね、フングス頼むよ。はあ、お任せあり。白い雲、忘れない。どこだ、うん、お姉ちゃん。足痛い、休もう。さっき休んだばっかりだよ、急ごう。とにかく人がいそうなところまで行かなきゃ。さっきのモンスターまた出るかもしれないよ。愛ちゃん、お父さんとお母さんを探しに来たんでしょ。異界ってこんな危ないとこなんて思わなかったもん。怪列の日読んだよね。お父さんとお母さんだって異界を旅して一度は帰ってきたんでしょ。そうだけど。だからね、頑張って歩こう。じゃあリサは彼氏探すの頑張る。え、彼氏？僕は頑張るよ。お父さんとお母さん、あの日も異界を見に行くって言って出て行った。きっとまた岬のあたりに行くと思ってた。いつもそう言って海岸の近くを散歩してたから。ねえリサ。え？リサのことも話してよ。私たちのことばっか話してるもん。うん、僕も知りたいな。私のこと？また笑ってごまかすの。ねえ、あんなすごい技どこで習ったの？あれ、剣法っていうの？それは…何？なんかの鳴き声みたいだね。あ、いたわ。え？鳥さん？あ、首
指輪。さっきと同じ鳥が。な、何を。ジロジロ見ないでよ。あ、お姉ちゃんが好きなんじゃないの。そうね、忘れたの。私がさっき何されたか。キャー